ウィーンに着きました。ちょっと今回はスーパーに行ってみたシリーズをちょっとやってみたいなと思いまして、はい、オーストリアのウィーンのスーパー行ってみた動画を撮ってみようと思いますと思ってたら、もう着きました。スーパーだらん、なんて呼ぶんだろう、ビーラ、ビーラかな。果たして、はい、金額とか一体いくらなのかというものをですね、行ってみたいと思います。綺麗に野菜色なんだよね。そうね、まずはフルーツコーナーから始まり、アボカド、あ、5個で3ユーロ5個で3ユーロ、じゃあ1個1ユーロ以下ってね。いいね、うん、まあ、1個100円ぐらいか。下ちょっと何か、お、白菜とか売ってんじゃん、ここも。わ、ネギとかもなんかだんだん日本のネギっぽくなってきてる。ほんとだ。あら、まあ、あ、キュウリもちょっとほらちっちゃくなってるじゃん。本当はキュウリもちっちゃいのある、ね、ちっちゃいのがある。綺麗だね、野菜は。うん、お肉、お肉、お肉とかはどうかな。鶏肉だったけどね。卵、卵買おうよ。卵買おうか。卵、これしかないの。え、これしかないの。6個で 2.19、 まあまあするね。まあまあしますね。なんか、卵の手張り方がおかしい。あ、ってことはゆで卵とか、そういう感じ。ゆで卵だったよ。まさかゆで卵が売って。鶏肉なんかちょっと色が変な、乾いたような色してて。つまみセットコーナー、生ハム、オリーブなどおしゃれなものが売ってる ね。これこれだけ買えばもうちょっとワインが飲めるみたいな、うん、美味しそう。美味しそうだね。生ハム4ユーロ、5ユーロ、そんぐらいでしょうか。さあ、ということでオーストリアのスーパー行ってみたシリーズをちょっとやりたいと思います。実際じゃあ何買ってきたかなんですけども、まず水、水 1.5 リットルの水、これがですね、どこに書いてあるのか分かんない。レシートこういう感じなんですけど、どれだろう。水が 0.25 ユーロ。安い、安い。0.25 ユーロですね。で、次に肉、豚肉ですね。約600グラム入ってて、これが 4.9 ユーロ。それからトマト、じゃん、トマトですね。これも500グラム入ってて、これトマトいくらだ。これトマトがチェリートマト、チェリートマトなんですけども、ん、これ 1.29 かな、これが 1.29 ですね。それからこちら、オリーブの瓶詰め、オリーブの瓶詰めが、これもちょっとわかんない、これどれだろう、マジでこれ超読めない。あったあった、 1.49、 これ 1.49、 安いのかな。日本でちょっとあんまオリーブって買ったことないんですけど、まあ安いのか、まあなんか安そう。で、次にこれ牛乳、牛乳ですね。牛乳が、これが、どれだ、すんげー苦労するわ。これあった、これが 1.35 ユーロですね。あとはマッシュルーム、ちょっともうちょっと金額が、これがちょっともう飛ばします。で、玉ねぎがあって飛ばします。パスタが、これ確かね1ユーロぐらいだったんですよ。で、卵、卵10個入り、卵10個入りが、これがいくらだ。意外と大変だね、これ。卵10個入りで 1.99 ユーロ、だいたい260円ぐらい、まあ、ちょっとやっぱ日本より高いですね。それからこのパスタソース、ボロネーゼのパスタソース、これがどこだ、あった、え、あ、これ意外とするんだな。これ 2.49 ユーロですね。だから300円ぐらいするんですよ。で、食パン、まあ、カットしてあって、まあ、結構薄切りなんですけど、食パンが、1.75 ユーロですね。
で、あとは、レタス。レタスこのサイズで 1.19 ユーロ。まあ日本でレタス買うとスーパーで結構高いと、これぐらいのサイズだと結構高いと思うんですけど、まあ安いんじゃないですかね、きっと。で、キュウリ。ちょっとキュウリこれ日本ではね、絶対にスーパーに出回ってないこのでかいキュウリ。でかいですよ。ちなみに、まあ水と、1.5 リットルの水と比べてもこんぐらいのサイズ感なので、まあ、かなり大きいです。で、これがどれだろう、わかんない。はい、ということでですね、これ全部今まあ多分これ3、4日持つんじゃないかなと思うんですけども、これ全部合わせて、お値段なんと金額が 21.47 ユーロです。ちょっと日本円で計算するとどれぐらいかっていう、まあ、130円計算でちょっと、計算してみたいと思います。 21.47×130 はこれで、2791円になりました。もう一回ちょっと全体をちょっとお見せしますね。卵、玉ねぎ、牛乳、それからなんだこれ、きゅうり、食パン、レタス、パスタソース、マッシュルーム、オリーブ、トマト、チリトマト、水、パスタ、それから牛肉です、豚肉ですね、これ合わせて、この金額です。はい、ということで、まぁ、ちょっとね、日本よりは物価高いんじゃないかなと思います。はい、ということで、オーストリアのスーパーに行ってみたでした。それではまたね。